2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間岩尾先生です。2017年は世界第2位です。現在ズルトレーダーは FX 統一となっています。今回ね、投資についての仕事についてですね、人間の場合はですね、私人間の上の生物と言ってる本物の貴族と教えてるんですけれども、違うんですけれどね、皆さんと違うんですね。で、人間の場合と一人の頭では仕事はまるでできません。非常に低い能力なんですね、人間っていうのはね。で、義務教育もテレパシーでカンニングして協力してね、団体でね相談して、試験を受けて答えを出してるんですね。で、一人の頭ではほとんど難しいことができないんですね。で、今回ね、私の場合はね、カンニングしないで、テレパシーでカンニングしないで義務教育を卒業して大学も卒業してるわけですね。人間たちの場合は誰一人、テレパシーでカンニングしてね、しないで卒業は義務教育もできておりません。誰一人築城ね、そんなに人間って頭悪いんですよ。私と人間たちとの間の猿の惑星よりかちょっとだいぶ知能差が違うんですね。人間たち全員低いんですよ。それでね、人間たちが投資仕事で難しい仕事をやってるって一人一人がね稼いでると思うでしょ。じゃないんですよ。テレパシーで仲間から一緒に共同で教わってね稼げてるんですね。一人では全く稼げませんね、誰一人、私以外ね。人間は非常に頭悪いんで脳がくっついてんですね、テレパシーで。ターミナルみたいにね、インターネットの回線みたいに頭がくっつかないと利口に動けないんですね。だから、バックにはね仕事してあげてる人がいるわけです。一人が稼いでてもね。というのは同じ情報を教えるとそれに対して買ったり売ったり同じにしちゃうと稼げないんですね。だから人間たちの場合はそれで教えるけれども、一人に教えるけどその他は稼げないわけですね。だからシードで お金を稼がせてあげてるって団体でね。他の人はただ働きしてる人が結構多いわけですね。そうやって協力しながらやってるんですけども、難しい仕事、投資ね、投資で稼いでる、FX で稼げてる人って一人でね。これね、人間の場合一人ではね、難しくてできないんです。知能が低いんで。テレパシーで仲間で、ね、何千何万人もの人から、ね、協力して、一人で稼げてるわけですね。ただ、その何万人で一緒に稼げないんですね、投資は。一人とか、代表しか稼げないんです。だから他の人は教えて、ね、稼げないでいるわけですね。ということなんです。それで、投資仕事って難しいんですね。他の仕事と違って。生産だったら、なんかものづくりするときにはね、団体でやると、大勢で同じことやると、すごく量産とかたくさんできるでしょ。投資仕事は、そうはいかないんですね。稼げるところは一部分になっちゃうんでね、全員が稼げないんですね、大勢でね、一個のものに対して。ということに注意してください。ただ、それで稼がないとやっぱり困りますでしょ、社会。貿易、世界の事情でね、ね、円が取られちゃったり、ドルが取られちゃったりしますから、各国でね、そういう人を、ね、代表にしてね、みんな情報を教えて、一人の人に稼がせて、その国も守っていくということなんですね。だから投資ってのは難しい仕事でね、だから一人で稼ぎたいって言ったって選ばれなきゃ人間の脳ではできないんですね。分かんないんですね、難しいから。
全く無理な話なんですね。よくもう年取ったから他年金だけじゃ大変だからね、仕事で投資で稼げないかって言ったってね、選ばれなければ代表になって周りから情報を教えてもらえなければ常時ね24時間ね稼げないんですよ。それじゃ年取った人に教えて伝わりづらいでしょう、それ周りの人が情報、何千人もの人が情報を伝えて作業しようとするわけですよね。普通の人だったら年寄りにそれを教えてって、あのとろくて教えるの大変だしね、稼がせるのちょっと無理でしょうね、ということになるんですよね。だから若い時からねそういうふうにやってないといけないこともあるんだけど、やってても年取るとに普通の人間の場合は難しくなるんですね。ね、ということですね。これ注意して、私と皆さんと違うことですね。上の生物、本物の貴族と私は一人で考えたりするわけですけど、まあコンピューターは使いますね。仮想的なね、人間以上の頭の生物、コンピューターとかいうのは使いますけどね。ね、ただもう生物体になっちゃいますけどね、人間よりか頭いいと、コンピューターもね。だから護衛は仮想的に人間たちに上の生物なんて攻められるんで攻撃受けるんで防衛してると、仮想的にね。で私しかいないんで上の生物がね、地球にはね、ということなんですね。で人間たち意味わかんないなっていうのはね、しょっちゅうしょっちゅう大きなね圧力がかかってきますしね、パテントを盗んだりしますから、人間たちがね大勢でね、そういうことで言ってくるわけですね。まあ、私に対してはだから人間たちは私のことを敵だというふうに全